魔獣の被害はないみたいだね。それにあの人たち、ルーリットの村にも近衛兵が配置されているようですね。少なくともここにいる近衛兵はまともな奴らだといいけど。では私はここで待っています。どうしてだよアリス。私は罪を犯してこの村を離れました。アリスであると気づいても受け入れてくれるとは思えません。それに仮に村人たちが迎え入れてくれるとしても、それは本来のアリスが享受すべきことです。今の私は聖号騎士のアリスでしかないのですから。アリス、セルカを一目見たいという気持ちは変わらないのか。それくらいなら身分を明かさずともできると思うぞ。ええ、そうですね。遠目から姿だけでも。ユージよ、キリト、セルカ。久しぶりだな、セルカ。まさかこんなに早く会えるなんて。二人ともどうしてここにいるの？てっきり修験学院に通っていると思ってたけど。ああ、そうなんだ。北帝国に魔獣が出現した話は知ってるよな。ええ、村に来た北帝国近衛兵の人たちから聞いたわ。幸いこの村はまだ魔獣の被害を受けていないけど怖いわね。魔獣の退治は主に近衛兵や聖号騎士が行っているんだけど、人手不足らしくてさ、俺たち修験士も手伝っているんだ。そうだったのね。ところでこちらの人たちは？彼女たちも俺たちと同じ修験士だよ。キリト君やユージオ君と旅をしながら一緒に魔獣の退治をしているの。二人と過ごすのは大変でしょ？特にキリトは。そうね。でも二人は強いし頼りにしているわ。それならよかったわ。姉様、セルカ、どうして？やっぱり姉様だ。でもどうして？ごめんなさい。説明するのはすごく難しくて、今はまだ。姉様、いいの。私は姉様にもう一度会えただけで十分だから。説明なんて今はしなくていいから。ありがとう、セルカ。アリス、大丈夫？はい。ですがやはり心残りはあります。私はあまりにも多くの秘密を抱えてしまっている。記憶を失った理由や聖号騎士という身分、いずれは話さなければなりません。うん、それは僕も一緒だよ。罪を犯してカセドラルに連行されたことや最高司祭様の死に手を貸したこと、すぐには伝えられないけど、いつか必ず
全てをセルカに話すつもりだよ。ええ、勇気のいることですが、その時に向けて心の準備をしておこうと思います。大丈夫だ、いつか絶対に話せるよ。ええ、だといいのですが。それと一つ思ったことがあるのですが、セルカに限らず、今回の旅で私は聖号騎士という身分を隠すべきかもしれません。カーディナル様は最高司祭様の秘密を最高司祭代理という立場から騎士たちにお話になりませんでした。騎士たち一人一人に考えさせるために聖号騎士である私の口から語るようにおっしゃいました。カーディナル様にとっての最高司祭という立場が私にとっての聖号騎士です。今後カラントを探す中で民と話す機会もあるでしょう。先ほどは職務を怠慢していたこの衛兵に思わず自分の立場を明かしてしまいましたが、これからはよほど必要に駆られた時以外は慎みたいと思います。毎度聖号騎士を名乗っては彼らと対等な会話を望めなくなってしまいますので、私はできるだけ近しい立場で知りたいのです。自分たちが救ったこの世界に生きる人々のこと。なるほどね、アリスが望むならそれがいいと思うぞ。うん、僕たちも協力するよ。ありがとうございます。この周辺にもカラントがあるみたいだな。ええ、先ほど魔獣が出たとセルカが言っているのを聞きました。放っておくわけにはいかないな。周辺で情報を集めつつカラントを切っていこうか。はい、そうできるならばぜひそうしたいと思います。それじゃあそろそろ行こうか。ああ、北帝国にあるカラントを減らしてセルカたちの生活を守るんだ。メディナと冒険者たちは村や周辺住民からの情報収集、アスナたちはこの一帯での子供の捜索を買って出てくれた。そして俺たちはルーリット周辺のカラント捜索と魔獣討伐へ向かうこととなった。セルカ、元気そうで本当に良かったよね。ああ、2年前が懐かしくなったよ。セルカの作ってくれた鳥の蒸し焼き、うまかったな。懐かしがるのはそこかい？まったく君は食べ物のことばっかりなんだから。キリト、ユージオ。なんだい、アリス。私もお前たちと一緒に。
ルミナスエーダーに入る。
よし。ああ。Thank you.
さてと。あの、どうした？どうでしょう。実は、それと、ちょっと、ねえ、あのね、大丈夫だよ。ありがとう。本来ならばカラントを切れる者が揃って行動するより二手に分かれた方が効率も良いですが、この周辺は範囲としてあまり広くありません。なので。そうだね。じゃあルーリットの村周辺のカラントを一緒に切りに行こう。はい。それからこれはあくまでもついでで構わないのですが、一つお願いがあります。
ついで？なんだ？もしも友情やキリトにとっての思い出の場所を通りかかった時は教えなさい。つまりアリス・ツーベルクとの思い出が何かしらある場所で。アリス。なるほど。アリスはアリス・ツーベルクの記憶に触れてみようとしているのか。そうか。けど俺が持つ3人で過ごした記憶は曖昧なんだ。アリスの記憶ならユージオの方が詳しいと思うぞ。そうだよね。だから僕ができるだけいろんな思い出を案内できるように頑張るよ。ありがとうユージオ。よし、それじゃあ出発だな。うん、行こうアリス。はい。行くよ。行くぞ。なんか懐かしい場所か、ユージは。うん、確かここにアリスと一緒に来たと思う。なるほど、アリス・ツーベルクとここへ。ここに来て何をしたのです？いや、それがよく思い出せないんだよ。おい、ユージよ、自分から言っといてそれはないんじゃないか。でも本当に曖昧なんだよ。なんだかアリスとここに来て、それから途中がない。途中がない？ああ、最初と最後だけだ。こうして川に来て水が綺麗だねって言って、夕方アリスは無事で僕だけびしょ濡れになって帰った。うん、分かった気がします。分かったって何が？確かユージオとキリトと私3人でいたという事実が2人の記憶からは抜けている。そうですね。多分そうだけど。つまり3人でいた事実がないと成立しないような出来事は記憶から抜け落ちる。そうではないでしょうか。あ、難しいけどなんとなくわからないでもないかも。抜け落ちた記憶？3人でいた事実がないと成立しないような出来事、川でそんなこと起こるか？例えばキリトは川に来たら友達と何をしようと言いますか？水の掛け合い。なんで俺の代わりに答えたんだよ。だってそれしか考えられなかったから。私も同意見です。おい。そして友情はその提案に対して何を言いますか？え、無視？そうだね、いいよって答える。アリス・ツーベルクは何と答えるでしょう？アリスはおてんばだから水に一緒に入って掛け合いっこするんじゃないか？いや、確かにアリスはおてんばだったけど、そのあたりの一線は守ってたよ。だってガスフトさんから厳しくしつけられてたからね。洋服を汚したりしないようにいつも気をつけてたんだ。だから二人ともやめなさい、風邪ひいちゃうわよって叱りながら僕たち二人を見てたんじゃないかな。あ、なるほど。だったらアリスだけ服が無事だったのは納得がいくな。今のアリスなら水に一緒に入って徹底的に応戦しそうだけど。ちょっとどういう意味ですか？私はそんな子供っぽいことしません。そうだよ、子供っぽいのはキリトだけ。ねえ、そりゃないぜ。友情までアリス側につくなんて。キリトはいつまで経っても子供だからね。ええ、本当に不思議と訪れたことがないのに
懐かしいような気がします。ああ、俺もだよ。アリスとユージオと俺の3人で昔もここにいたっていうのが自然に感じられる。うん、そうだね。ここは？ここはね、僕たちの隠れ家だった場所なんだ。僕にとってすごく大事な場所だよ。ほう、隠れ家とは具体的に何をする場所として使っていたのですか？そうだな、具体的に何かするってわけじゃないけど、いつも僕たちはここで遊んでた。ともかく大切な思い出の場所だよ。なんだよ、ユージオ。どんな思い出がある場所かは言いたくないのか？なんだかちょっと照れくさいこともあるからさ。アリス・ツーベルクについて大切な記憶があるのですね。今はちょっと恥ずかしいけど、話せる時になったら必ず話すよ。約束する。だから今は秘密でいいかな。おや、ユージオ君、顔が赤いぞ。さては相当恥ずかしいことと見た。だからそういうのじゃないってば。わかりました。ではまた話してください。行こうか。任せろ。切り倒された後はやっぱり壮観だな。ああ、そうだね。懐かしいよ。アリス・ツーベルクはここに来た確か。確かこの辺りの芝生に敷物を広げて座って一緒に食べたな。うまいパイが入ってたんだっけ？そうだよ、甘酸っぱくてお肉や野菜の具が入ったパイ。他にもお弁当はすごく具だくさんで美味しかったな。そうなんですか。悪魔の木、ギガス氏だ。今でもこいつは初めて斧で叩いた時の衝撃は忘れられないな。これがギガス氏だ。キリトの剣の元となった木ですね。あ、ユージを取れてこいつを切り倒したんだぜ。けどユージはこれと6年間も格闘してたんだよな。うん、キリトが来てくれるまでは絶対にこの木を切り倒せないって思ってたよ。
あ、思い出した。何です？いや、3人一緒にいた記憶だよ。この辺りは何か思い出せる。まさか、食べ物が絡んでいるからかい？認めたくないけど、そうかもしれない。まったくお前は。そうそう、アイスの届けてくれる弁当、めちゃくちゃうまかったんだよな。でもすごく出来がいい時は、アイスのお母さんが手伝ってるんじゃないかって、確かユージョーと話してて。ちょっとキリト！キリト、それは私に。いや、アリス・ツーベルクに対して非常に失礼だとは思いませんか？ごめんごめん。でもあのパイは絶対にアイスが作ってるなって思ってたぜ。第一、あんなちっちゃい女の子が自分と食べ盛りの男2人を合わせた3人分のお弁当を1人で作るのは無理があるって。もう、一体何を思い出しているのです？ごめんね、アリス。繊細さがないやつで。構いません、分かっているので。アリスはいつも勉強の合間に作ってくれてさ、アリスの気持ちがこもってる気がして嬉しかったよ。どうしたの？いえ、あなたにとってアリス・ツーベルクはとても大切な存在だったのだと思ったのです。うん、アリスは大切な人だよ、昔も今もね。ユージを。弁当の話してたら腹減ってきたな。ユージョ、なんか持ってないか？しょうがないな。食いしん坊の誰かさんのためにちゃんとパンを持ってきたよ。おわで、もしかしてまたあのカチカチのパンか？違うよ、今日は仕事をしてた時と違ってお店にちゃんとしたパンが並んでたから柔らかいのを買えたんだ。でかしたユージョ、さすがだぜ。ほら、アイスも食べようよ。え、そうですね。どうしたんだアイス、なんかぼーっとして。なんでもありません。ただちょっとキリト、一気に3つも取っちゃダメ。1個ずつ。へい。近いはずなのに遠く感じただけです。俺たちが食事を終えてしばらく経った後、もしかして、まさか。行くよ。もう少しルーリットを見ていくかい、アリス。いいえ、もう大丈夫です。魔獣を倒し、カラントを切ることができましたし、北の洞窟も見に行くつもりでしたが、もう時間がないことです。それによく分かりましたから。アリス、そうなのかい？じゃあ戻ってみんなと合流しようか。あ、危ないよ。ユージョ、大丈夫か？僕は大丈夫だけど。あ、あれ？どうしたんだ？財布がない。さっきまで持ってたのに。僕、落としたのかな？いや、確実にすぐにあったんだろ。あ、そんなのありえないか。緊急目録で窃盗は禁じられている。ですので、そんなことが可能だとは信じられません。それに、1日以内に財布を持ち主に返せば、緊急目録違反にはならないよ。そうだな。でもともかく、あいつを追ってみようぜ。なんだお前ら！いや、そりゃこっちのセリフだ。何の話だ！ほら、ユージは。僕の財布を返してほしいんだ。財布なんて知らない！1日以内に返せば、緊急目録違反にはなりません。緊急目録？一体何のことだ？まさか、緊急目録を知らない？兄ちゃん、どうしたの？心配したよ、全然帰ってこないんだもん。お前ら、隠れてろ！緊急目録の存在を知らない？それってもしかして…ベクタの迷子？ああ、その可能性が高いな。あのね、僕たち、危害を加えるつもりはないんだ。でも、事情聞いてもいいか？もし困ってるなら手助けするから、こいつに財布を返してやってくれ。兄ちゃん、この人たち悪い人じゃなさそうだよ。話聞いてくれるみたいだし。わかった。なるほど、やっぱり突然この世界に来たベクタの迷子だったってわけか。それで村や町に助けを求めずにみんなで身を寄せ合って生きていたと。でも泥棒はダメだろ。そうです、盗みはよくありません。いくら法を知らないとしても。悪い、仕事もしようがないし。
村で適性に合った天職を割り当ててもらうことができればいいと思います。確かに自分に合った仕事をしながら過ごしてもらうのが一番だよね。自分に合った仕事？はい、あなた方さえ良ければ村で何か仕事をしながら生活してもらおうと思うのですが、あなた方にどのように生きたい、何をしたいという希望はありますか？僕は釣りがしたい、得意なんだ。彼ら冒険者 NPC にははっきりとした記憶のデータがない。だが好みや趣味嗜好といったものはきちんと存在する。不思議な存在だ。一体彼らは何者なのか？私は力仕事が得意よ。重いものを運んだりする仕事なら任せて。裁縫とか型紙書くとか服作る仕事ってなんかないか？わかりました。みんなそれぞれにしたいことがあるのですね。何にせよガスフトさんに聞いてみないとな。仕事を与えたりできるかどうか。それではキリト、ユージを手間をかけますが、彼らに天職を与えてくれるようと、いえガスフトツーベルク村長に頼んでくれませんか？私が直接会うと何かと問題が生じると思いますので、代わりにどうかお願いします。わかったよ。じゃあガスフトさんに僕たちから頼んでおくね。ありがとうございます。おい、もしかして好きなことやらせてくれるのか？もちろんです。あなた方には自由に生きる権利がありますから。じゃあさ、みんなも一緒に行っていい？みんな？他にも仲間がいるのかい？うん、あと4人ぐらい。みんなにも声をかけてくるね。ああ、一気にルーリットの村が大所帯になりそうだな。仕事してもらうとはいえ養えるのか？さっき村を見た感じだとギガスシダーが倒されたことで前より開墾が進んで村がちょっと豊かになったみたいだし、ちゃんと仕事をしてもらうわけだから受け入れてもらえるんじゃないかな。なるほどな。だったら安心だ。それじゃあみんなで村に戻ろうか。出発だね。行きましょう。よろしく頼む。やっと屋根のあるところで眠れるのね。早く連れてって。キリトにアリス様、ユージを。よう、メディナ、ただいま。その者たちは？ああ、彼らは冒険者です。私たちが保護しました。そうなのですか？彼らほどの数がいればいい戦力になるでしょう。戦力？あなた彼らに接触を行うつもりですか？まあ落ち着けよアリス。どうやらすっかり私はアリス様からの信頼を失ってしまったようですね。いえ、そういうわけではありませんが。前回は確かにやりすぎてしまいました。しかし今回はきちんと話をしてから冒険者にお願いをします。アリス様、私この村でいろいろと情報を集めて分かったことがあり。彼らにはやりたいことがそれぞれにあります。生きる上で目標にすべきことや好きなことがあるのです。アリス様、あなたのやり方が完全に間違っているとは思いません。しかし話を聞いたところ、彼らは誰一人として戦士になりたいとは言いませんでした。ルーリットの村を守るためには必要なこともあるのではないですか？あなたが接触すれば彼らは従順な戦士、もしくは情報を集める存在になることでしょう。ですが戦うことは彼らの希望ではありません。無理強いをすることにはやはり納得ができない。誰も好き好んで誰かの人形になろうとする者はいないのです。アリス様はやはり現状がお分かりになっていません。どういう意味です？
対策本部には現状人手が足りていません。貴族たちは非協力的であり、この衛兵たちはほとんど頼れない。相次ぐ魔獣の発生に対応するにはより多くの人員が必要です。人形、そのように表現されてしまえば確かに反論のしようがありません。しかし事実、私が接触した冒険者たちは命令に従い魔獣を討伐し情報を集めてくれている。対策本部の役に立っているはずです。命令？あなたが彼らにしているのはお願いではなかったのですか？一体いつから命令になったのです？あ、今回の子供たちの失踪事件を追うのに追加の人員はこれ以上必要ではありません。メディナ殿、彼らに関してはそのままでいさせてくれませんか？救世主様、調査の結果新たな情報をつかめました。なんだ？この先にある村でも子供の行方不明事件が起こっているとのことです。そうか、ありがとう。救世主様のためであるならば当然のことです。新たな情報か。どうする、アリス？早急に準備を整え向かいましょう。そうだね。じゃあ僕は冒険者のみんなのことをガスフトさんに伝える。キリトはアスナたちに声をかけて出発準備をしてもらうように伝えてくれる？ああ、わかった。それじゃあ後でね。出発準備を進めた後、夜も遅くなったため俺たちはルーリットの村の近隣で野営することにした。そして出発は翌日と決めて野営場所を探していた時、意外な人物に会う。な、あれは。どうもです。ヤッホー、キリト。奇遇だな。リーネルにフィゼル、ディソルバード、ここで何してるんだ？師匠と一緒に魔獣討伐任務をこなしたところだよ。我に下された任務だったのだが、いつの間にか二人がついてきていたのだ。そうなのか。お疲れ様です、ディソルバート殿。師弟関係はあれからうまくいっているみたいだな。ん？余計な世話だ。ねえねえ、子供の失踪事件ってどうなったの？進展あり？なし？困ってるなら私たちが調査に協力してあげてもいいよ。お前たち何を言っている。早く対策本部に戻るぞ。聞く話によると、北帝国はこの衛兵が無能で役に立たず、魔獣の対応も間に合わないとか。討伐の時は私たち役に立つし、子供だから情報調査も怪しまれずにできるよ。人手が増えるのは助かりますが、私たちだけで問題ありませんよ。絶対に役に立つから一緒に行かせてください。ダメだ。ケチンボ。まあ止められてもついていく手段はいくらでもありますけどね。それもそっか。よし。おい、よしとは何だ。何でもありません。失踪事件の調査に行くのは諦めました。では帰りましょう、師匠。アリス殿、すまないが我らが同行しても良いだろうか。足手まといにならぬよう二人は我が見張っておく。ええ、ディソルバート殿がそうおっしゃるならば。もしかしてついていっていいの？事実、北帝国での魔獣発生情報は絶えず、これからも我らは北帝国に滞在する必要がある。重大な事件を追うアリス殿たちと行動を共にしつつ、魔獣を倒していけばカラントコアなるものにたどり着ける可能性がある。そして